は皆さん何の日か分かりますか？誰も知らないですよね。今日は実は私の誕生日なんです。今年もこうしてゲームをして誕生日が過ぎるのかなって思うと寂しい気持ちもありますけど、でもまあこんなもんだと思って。ちょ待ってよ、なんか聞こえる。ちょ待って待って待って、とうとう幻聴まで聞こえ始めたのかな。何だろう、何の声だろう。え、なんかこの辺から、あ、これだ、なんか言ってる。ほら、なんか聞こえた。ミサシ、聞こえるか？え、ジェファーなの？そうだよ。なんで喋ってるの、ジェファー？これ私の妄想なの？妄想なんかじゃないさ。あれはミサシーが iPhone ケースにしてくれたから君とお話ができるんだ。そんな夢みたい。会いたかったよ。俺もだよ。ミサシーの声ずっと俺に届いてた。ソリウスを信じて旅に出て一人で寂しかった時、君の声が励みになってたんだぜ。私の声ちゃんと届いてたのね。ジェファーはどうしてここに来てくれたの？そんなの言わなくてもわかるだろ。今日は俺のミソシーの誕生日だからな。なんで知ってるの？俺は五神十二星の参謀だぜ。それぐらいわからなくてどうするんだよ。一人の誕生日を迎えるかと思ってすごく寂しかったんだよ。バーカ、ミソシーを一人にするわけねえだろ。俺が一人の時ミソシーがいてくれたように、ミソシーが一人の時は俺がいつもそばにいてやるよ。でもありがとう。今日はプレゼントを用意したんだ。え、電気が急に消えた。え、ゼファー、どこに行っちゃったの？ミソシー、俺は行かなきゃなんないんだ。でも君にどうしても伝えたい。これからも俺の召喚士としてそばでいてくれ。俺もユニットとして君のそばにずっといる。誕生日おめでとう。言っちゃ嫌だよ。うん、ケーキありがとう。手紙もありがとう。ハッピーバースデートゥーミー、ハッピーバースデートゥーミー、ハッピーバースデーディアミスシー、ハッピーバースデートゥーミー。チェファーありがとう。あ、電気がついた。チェファーからの手紙だ。ハッピーバースデー、フロムジェファー。ジェファー行っちゃったんだね。ソディウスの無実が晴らされるといいね。いただきます。ジェファーのくれたショートケーキ、すっごい美味しいよ。ありがとう。私も今年頑張るね。一緒に頑張ろう。美味しい。